中止になってしまいました。私たち仮面女子もお茶大会に参加予定だったので、残念です。またこのような機会があれば、皆さんと一緒にパラスポーツを体験し、試合になれたらと思います。東京2020のパラリンピックまで。